質問ね、何でも全部答えていくんでね、ぜひ質問してください。あの 俺がさカラオケで歌ったらがっつりハマる歌手の声の人誰だと思うって聞いたら、みんな福山って言ってたから、俺のフェイバリットソング虹にしようと思ってんだけど、今から聞いて欲しい、ドゥンデルデル歌がドゥンデルデルあるよ、ドゥンデルデルそれはドゥンデルデル言いたかった、ドゥンデルデル言葉がドゥンデルデルあるよ、ドゥンデル武田鉄矢。あのさ、じゃあ例えばだよ、みんな仮にね、いい、みんな仮によ、じゃあ女子とデート行きますと、でカラオケ歌いますと、でね、じゃあ最後ね、じゃあ得点の勝負とか言ってさ、じゃあ俺が入れるねっつってさ、ねえ、で入れるじゃん、でさ、くれなずむ街の光と影の中去りゆくあなたへ送る言葉、悲しみこらえて涙よりも涙枯れるまで泣く方がいい、人は悲しみが生きてないから、人だからそれでできるのだから、さよならだけでは寂しすぎるから、去りゆくあなたへ。しんどいでしょみんな。ねえ、4分ぐらいこれやるんだよ。アホやろマジで。次から LINE 来ないわお前。テン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 、テン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 、トゥ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 ン、トゥ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 ピエンって言ったらヤバくない俺急に。かっこいいやつにして。愛してるよマイラ、マイラ、わしのいとこマイラ、マイラ。え？死にそう。ドゥルルルルルの顔、私は今あなた知らない、なぜここにいるのかを、ね、結局俺誰になったのみんな。今んとこ武田鉄矢なんだけど、どうなってんのマジで。福山雅治やっぱり。愛としていたのに春はやってくるのに、Ooh, yeah. 夜に向かって雪が降り積もるちょ、ルルルンルル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 ルあーま、おっしー、やべ、どこ行った、完全に見失ったぞ。おい、まずい、なんだこれ、ちょっと待ってくれ、おい、リロードだけさせてくれ。
ウォーク。く、あ、あ、あ、け、何歳ですか？そうですね。でも大体お祭り行った時はリンゴ飴あんま食べないんで、どっちかっていうとリンゴ飴じゃない方ですかね。イカの方かな。イカの方です。嫌いな YouTuber は、あーでもね、サンダルで靴下ってあんまやったことない。本当にコンビニ出る時ぐらいかな。どんな編集ソフトを使ってるんですか？でもね、やっぱね、シーチキンが至高じゃない？結局なんだかんだシーチキンか納豆かな。おにぎりは多分そっち、そうだね、大体そっち、それ買うかな。あんま冒険しない。あ、でもイクラとか。今一番好きな曲は、曲は、昨日はラーメンは、でもラーメン最近食べてないですよ。で、あのね、今週食べ行こうと思ってます。好きな動物はということなんですけれども、まあそうだね、迷うけどやっぱ新築の匂いかなが一番。あ、でもやっぱ新車の匂いも好きだな。好きな配信者は、やっぱでも性格じゃない。結局見た目も大事だけどさ、性格がなんだかんだね、最終的に一番大事なんだよね。犬派？猫派？あ、でもチョコレートが結局なんかね、俺チョコレートね食わないと発作みたいなの起きて、でなんか定期的にチョコレート食わないと、もうチョコレート食べたすぎて、前なんかチョコレートだけ買いに行ったりするんですよね。やっぱ定期的にチョコレート食べないとダメになっちゃう。プリちゃん好き？サバかな。女性の好きな仕草は寿司かな。好きな人はいますか？ケチャップかマヨネーズ？いや、マヨネーズじゃないかな。でもどっちか、いやーでもまあケチャップ、いやーでもやっぱもう混ぜちゃうのもありだよね、タルタル。スカート履いたことある？あーでもね、どうだろう、やっぱでも炭治郎、いやでも炭治郎、いやでもね、やっぱね、牛かな。結局牛が一番好きかも。ラーメンで欠かせない具は？あーでもね、菅田将暉。アンパンマンで一番好きなキャラはやっぱ童貞かな。童貞か、まあでもジェノスもそうなんだけど、まあでもね、いや、ジェノス、童貞、あとやっぱあれだね、あれ閃光のフラッシュ。